もうじゃありません。今日はあなたの誕生日なんです。え、あなたの生まれた記念日なのよ。あなたは7年前の今日生まれたの。だから記念の儀式をしなくちゃいけないわ。追悼ミサみたいに。それとはちょっと違うけど。だったらディエスイデア、アニュースデイもないの。ないわ。でも特別な夕食を作ったから。それにプレゼントもあるわ。エリック、マリーペロさんがねプレゼントをくださるんですって。だからお行儀よくきちんとお礼を申し上げるのよ。プレゼント。さあママがテーブルを整えてる間お部屋で待っていてね。ママ。今度は何？ママもプレゼントくれるの？もちろんよ。何か特別に欲しいものでもあるの？欲しいもの何でもくれる。常識の範囲でならね。2つでもいいの？どうして2つもいるの？1つを使っちゃった時のために取っておけるから。一体何が欲しいの？エリック、こんなくだらないゲームはもうたくさん。何が欲しいのかはっきり言わないなら何もあげませんよ。僕二つ欲しいんだ。だから言いなさい。何が二つ欲しいの？キスして欲しいんだ。一つは今、もう一つは取っておく。そんなこと頼んじゃいけません。もう二度とそんなこと頼んじゃいけません。分かったわね、エリック。どうして泣くの？泣いてなんかいません。泣いてる。ママは泣いてる。それにママはプレゼントくれないんだ。欲しいものを言えって言ったくせに。ママが僕に言わせたんだよ。それなのにダメだって。だったら誕生日なんかいらない。嫌いだ。誕生日なんて大嫌いだ。こんばんは、エリック。その洋服とてもよくお似合いよ。お食事しましょう。その後でプレゼントを開けるのよ。この子ったら、よくもそんなことができたものね。悪魔。それの構わないじゃないの。あなたは口を出さないで。エリック、お目をつけなさい。今度こんな真似をしたら道へ叩きますからね。ごめんなんて嫌いだ。暑いし痛いんだ。顔がすりむけちゃう。お目をつけなさい。お食事の後で新しいお面を作ってあげますから。これをつけないでいるのは絶対にいけません。聞こえたの？いいこと絶対によ。どうしてどうしていつもお面をつけてなくちゃいけないの？他の人は誰もつけてないのに。つけるのよ。つけるの。つけなさい。つけなきゃダメなの。つけるの。やめて。まどれやめて。やめてよ。この子は訳が知りたいのよ。だったら教えてやればいいのよ。教えてやれば。まどれやめ。かわいそうに。自分の顔をよく見てごらんなさい。鏡に映った自分の顔を見れば、なぜお面をかぶらなければいけないかわかるでしょう。さあ、やめな。見てごらん。私はエリックに生涯治ることのない傷を負わせてしまった。だいぶ落ち着いたわ。出血も止まったし。エリックがあなたを呼んでるの。なぜだか知らないけど、あなたに来てほしいんですって。言って、慰めておあげなさい。いけない。あの子のところへなんか行けないわ。立ちなさい。立つのよ、この弱虫の泣き虫。あなたって人一生甘やかされ同士だった。
最初はご両親から、そしてシャルル、私からも、みんながマドレーヌの、かわいいかわいいマドレーヌのご機嫌をとっていたのよ。ただかわいいだけじゃいけないの。聞いてる、マドレーヌ。いくらかわいくたって、それで人間としての義務から逃れられるってわけじゃないのよ。あなたに、子供の心を傷つけ、魂を損なう権利はないの。あの子が生まれて以来の仕打ちを恥じなさい。罰を受けなきゃいけないわ。気が悪いんだ。分かっているわ。ごめんなさいね。さあもう眠りましょう。そうすれば朝には気分が良くなるよ。いやだ、眠りたくない。眠るとまたあれが出るんだもの。あの顔が戻ってくるんだよ。エリック、あの顔のことはもう忘れましょう。いやだ、忘れられないよ。あの顔が鏡の中にいて僕を脅かしたんだ。ママもあれ見たの。エリック、顔はあなたに悪さをしたりはしないのよ。あれに戻ってきてほしくないんだ。あいつはずっとどっかになっちゃって。お面をつけていればあの顔はいなくなるわ。あれさえつけていればもうあの顔を見ることは絶対にないのよ。あのお面、魔法なの？そう、あなたを守ってくれるようにママが魔法をかけているの。お面はあなたの味方なのよ、エリック。これさえつけていればどの鏡を見てももうあの顔は映らないわ。暗闇に僕を置いていかないで。暗闇じゃないわ。いいこと、ランプが置いてあるでしょ。